川崎市バス和紙が峰営業所。川崎市バス和紙が峰営業所は、川崎市宮前駅菅沖急に位置する、川崎市交通局の営業所である。営業所略号は、W、主に、川崎市高津区、宮前駅、多摩区、麻生区に路線を展開する。営業所の上は、市営住宅、和紙が、峰団地と、西長沢住宅になっている。和紙が、峰の主幹路線で、 主に、溝の口駅と増式、平原方面を結ぶ。後日の犬倉線も並走する溝の口駅、向こう丘出張所には、下作延べ住宅、上作延べ団地、長尾団地や向こう丘遊園線チュリータウンとい、団地があるため利用者が非常に多い。また、沿線のほとんどが人口が多く、駅から離れた地点に、住宅街が集中する宮前駅内のため大変、混雑を極め、 乗車口まで人が溢れるほどの混雑は日常茶飯事である。このため2016年9月1日から乗車区団地前、乗車区のべにて平日朝方は車外に簡易型料金機を設置して降車口から乗車する携帯が取られる。溝10は川崎市バスの最長路線で柿尾駅まで走る。日吉の辻柿尾駅は同区間を並走する柿0一との 共通定期券取扱区間となっている。長沢入り口を過ぎると共愛路となり、大型車がギリギリ乗り入れられる道路を走行する。溝18は冷原から潮見台浄水場を経ては紙が、峰営業所、聖マリアン内科大学へ向かう。ほとんどの便は営業所を売り返しで、マリアン内大便は1時間2から3本と少ない。なお、溝口駅、営業所便と営業所。 マリアンナ便を乗り継ぐ場合申し出れば一乗車扱いとなる。現在第3京浜入り口には折り返し所がないため、朝南口経由で来たバスは北口経由で折り返し、夕方北口経由で来たバスは南口経由で折り返す。溝19は赤下から分岐する視線で、日中は本数が1時間に1から2本と少ないが、ラッシュ時は、 向こうが丘出張所溝の口駅南口の積み残し、対策のためか、溝口駅、南口駅が多めに設定されている。同様に、溝17新木本町始発の南口駅が設定されている。袋は改装で再度運用につく便は、電化橋交差点を右折し、急動を経て新北、新木、新木、本町の交差点を左折し、新木本町より客扱いを行う。 こちらは、新木本町始発であることが分かる要線用の方向幕となっている。2014年3月1日より、溝19はそれまで試験運行されていた、向こう丘遊園駅東口まで朝方の一部の上りを除き延伸された。なお、向こう丘遊園駅南口では、久慈駅経由の溝レーロク系統と同じ5番乗り場を使用するため注意が必要。 このほか定例化している臨時便として、麻生不動村だるま市には溝17、柿例4の増便が、年末には溝18はしがみね営業所業深夜バスの増便が行列。2014年末からはさらに溝17白旗八万、全港深夜バスの増便が2本設定されている。2017年3月26日のダイヤ改正より、溝17、菅尾車庫業、 溝十八、溝十九は、菅尾営業所との共同運行となった。2017年10月1日のダイヤ改正から、溝十一系統の新ユリガオ駅業が新設。それに伴い、溝十七柿尾駅業が溝十二系統番号を変更、1時間に1本程度に減便される。溝十一は、田園調布学園大学までは、柿尾駅業と同じルートだが、 田園町府学園大学前交差点を直進し、東百合ヶ丘4丁目、大善寺公園北交差点を左折、大善寺公園を通り、日清住宅から先は既存の新11と同じルート。2017年10月7日から、溝18系統の土曜ダイヤに深夜バスが、運行開始となった23時台に2便。犬倉線は、 元菅生出張所所管路線の主管路線で、溝口駅から向川丘出張所、南平方面へと向かう。主に走っているのは溝15で、犬倉から尻市黒川道路を東へ向かい、宮前平駅に至る。溝15は、団地が点在する溝の口駅、向川丘出張所で、前日の下記を線と並走するため、乗車口付近まで人が溢れるのは、日常茶飯事である。 一部便は、宮前平駅でそのまま折り返さず、旧坂を越えて、宮前区役所へ向かうが、これはとのした橋、宮前平駅が、宮前区内であるため区役対策で運行しているもの。ちなみに、宮前区役所業の校舎扱いは、宮前平駅、南口ロータリー内で、乗車扱いは4番乗り場で行う。する宮3から5も沿線が、宮前区内であることから、 宮前区役所へ向かう便がある。宮前平側の最終便は、途中の白旗八幡前泊まりとなっていたが、2018年10月1日深夜バスの新設により平日は溝口駅南口まで延伸した。宮前区役所には折り返し所はなく、宮前平駅4番に着いた段階で新たな行き先に変わり、宮前区役所を経由し、 土橋より合流し犬倉方面へ向かう。このため、宮前平駅止まりの折り返しバスは両方向で、土橋神社前を経由するが、宮前区役所を経由するバスは、犬倉方面の便は、土橋神社前を経由しない。溝16は、犬倉から知りし黒川道路を、溝15系統と逆方向すがお車庫、清水台方面へ向かう路線で、日中は、 長沢経由営生まれ案内課大学行き、夕方以降は、北部市場前、経由はしが未明営業所行きとして供している。犬倉線は溝15系統を除き、上水場通りとし立黒川道路の交点である、清水大交差点を右折、または直進する。清水大交差点中心とし、し立黒川道路の菅尾車庫付近から、上水場通りの増式交番前交差点及び、 市立黒川道路の冷え原交差点付近まで渋滞が日常茶飯事となっており、定時運行が難しくなっている。宮03から05は、宮前平駅から菅尾車庫、清水台方面へ向かう路線で、宮04系統は、市立黒川道路を冷え原交差点まで走行する。宮05系統は、清水台交差点を、増式方面へ右折する。宮05は、 本数が1時間に0から3程度となっている。2014年3月1日より、宮礼さんは経営する2カ所の倉敷で乗降が可能となった。溝15系統は、犬倉小学校前、溝16系統は、清水台や菅尾車庫に差し掛かると混雑が激しくなっていく。2017年3月26日の、ダイヤ改正より、宮礼4、宮礼5、 溝15、溝16は、菅尾営業所との共同運行となった。また、宮前大来駅、白旗八幡前の区間便はすべて菅尾営業所に移管された。2018年10月1日のダイヤ改正より、詐欺31.32系統が運行開始となった。詐欺31は、東急バス、小田急バスとの三者共同運行である。また同時に、 溝15系統に深夜バスを、溝16系統に、溝口駅南口北部市場前までの区間便を、平日の夜間時間帯に新設した。詐欺31系統の新設に合わせ、宮礼後、溝16系統でも、小田急バス単独で存在していた菅尾での乗降が、可能となった。生礼さんは、育体待発は、始発から15時までは保育園、経由、 15時終車までは一丁目経由で、和紙が峰営業所、聖マリアン内科大学発は、始発から15時までは一丁目経由、15時、終車までは保育園経由で運行する。生田駅と近辺の住宅地を経由する路線である。生レイは、西長沢地区や宮前区西部の潮見台、冷え、原、増式を経由するため非常に大回りな経路になって、いるのが特徴で、 宮前平川は区役所対策として、宮前区役所まで行く便がある。生礼にはその区間便的位置づけで出入古路線の、わしが峰営業所行きと通院路線として、聖マリアン内大行きがある。また生礼一や、生礼には、沿線に学校が多く、生礼一は、団地が、長沢団地、日原小学校前、菅尾三丁目、増式団地、清水台。 菅尾車庫に多く点在している関係で常に混雑している。特に生0一は、宮前平から、百合急高校方面への長距離需要も多く、土休日の昼間でも長時間座れないことが多い。また清水台や増式交番前、冷え原などの大通りと交差する交差点を曲がっていく、路線のため渋滞に巻き込まれやすく遅延が常態化している。 上記の通り利用者の多い生01系統であるが、宮前平駅周辺で、宮前区役所を経営する便を合わせても、日中毎時3から4本と少ない。生03は生1.02より、西側の南生田地区を経営するのが特徴で、大路、袋ともに、南生田小学校南生田三丁目間では、経路が違う。またを境に途中経路が、路、 袋ともに逆転するため利用する際には注意が必要である。宮03は生01の宮前平駅側の出入庫系統で、現在は平日朝と昼に上り2本、下りは夕方に1本、土曜日は昼に1往復のみ設定されている。2014年3月1日より、聖マリアン内大入口発の生2.03は、 聖マリアン内科大学発となり、生レイは経由する2カ所の倉敷で乗降が可能となった。新百合川丘駅と白山にある団地、新しいグリーンタウンを結ぶ短距離路線。新宿グリーンタウン便は、小田急バス、上りと営業所。2013年6月1日までは、幾田営業所との共同運行で、日中は20分間隔で小田急と川崎市バスが交互に運転する。 出入庫は主に、新しゆりクリーンタウン経由は市が未明営業所行き、新十と新十一で行う。新十営業所便は、県道菅早野線の延伸開通に伴い2014年12月1日に、新設された路線で、花島、新しゆりクリーンタウンが、新設区間となる。一方で、それまで運行されていた柿キさんは、 新十営業所便に置き換えられる形で廃止された。新十一は新百合が岡駅行きのみの運転で、夜間のみの運行。2017年10月1日のダイヤ改正より、出入国系統として、新十二が新設。新しいユリクリーンタウンを経由しないかは、新十と同じルート。本数は1日日本と少なく小田急橋との共通定期の扱いもない。 向こうが丘遊園駅、上戸駅と玉区西部の西菅団地を結ぶ玉区横断路線。ほとんどは西菅団地上下の区間便で、日中の一部は上下から府中街道を北上して間4丁目まで行く。上下は京王相模原線京王稲田堤駅の最寄り駅となっている。本線角の向こうが丘遊園方面駅は土淵地区から鉄道駅連絡路線。 多摩区役所へのアクセス路線となっており、朝夕に多摩区役所被経由で向こうが丘遊園駅東口へ行く便がある他は、全便が多摩区役所経由のぼりと駅、のぼりと駅経由、向こうが丘遊園駅入り口行きになる、のぼりと駅行きは、摩消防署から西菅団地域。生田宿から向こうが丘遊園駅周辺は道路が狭いことから、 主に中型車で運行されるほか、一方通行でのラケット式循環区間となっているが、運行は、向こう側丘遊園駅入口で一度打ち切られる。ただし、多摩消防署から、日菅が団地方面への乗車はできる。本線、上りと方面上下と、四線、上下間四丁目間の乗り継ぎには、乗り継ぎ後運賃が5割引となる割引制度があり、乗り継ぐ前に、 乗り継ぎ割引乗車料金を支払った後、乗り継ぎ券の交付を受ける必要がある。2017年3月26日のダイヤ改正より、菅尾営業所から移管され、およそ6年ぶりに、和しが営業所の担当に戻ることとなった。2004年7月、川崎駅西口に誕生したミューザー、川崎シンフォニーホール来場者の会議の足として、不定期に運行される。 夜間に運行されることが多いため、川崎駅新百合ヶ丘駅の片道のみの設定となっている。市の南側、尻出駅末吉橋間は、横浜市鶴見区を横断する、幹線道路である尻種黒川道路を走破し、臨時でも運行距離は 22.8km と最長。運賃は420円、小に210円と倍額だが、 シルバーパスや一日乗車券を提示すれば、半額で利用できる。当初は、上平間が担当していたが、新百合ヶ丘到着後の帰着が深夜になるためか、2005年後半からは市が峰担当となった。2006年6月から、宮前平駅から新百合ヶ丘駅の確定留所で、降車できるようになった。詳しくは、快速ミューザを参照。川崎市藤子、海。 富士尾ミュージアムの開館に合わせ、2011年9月3日より、運行開始。上戸駅、生田緑地口は、交番の前に、新設のバス停、富士湖、海、富士尾ミュージアムはミュージアム前に、新設のバス停に発着する。ただし、生田緑地からの上戸港は、以前の向こう丘遊園、2011.8、22、海庄バス停に発着する。 行田緑地は既存の行田緑地入り口バス停より、奥の行田緑地東口に新設されたバス停ということで、旧向こうが岡遊園以外は新設されたミュージアム線、専用バス停となっている。上記停留所以外には停車しない直行型の運行で、経路は、東霊5系統と異なり最初の信号を右折し、府中街道方向へ向かう。振動を左折し、宿川原駅入り口、 長尾橋交差点をそれぞれ右折し、ミュージアムへ到着。折り返しは、そのまま直進し、本村橋交差点を右折し、振動を経由し、往路のコースに戻り、登戸駅へ向かう。一部便は、本村橋交差点を直進し、生田緑地東口まで運行する。こちらは、東口駐車場への速道を利用して、折り返しを行う。 また、上りと甲もミュージアムを経由するため、こちらは、往路と同じコースとなる。いずれも車内外に、藤子、甲井、藤尾作品のキャラクターがデザインされた、専用のバス4台で運行され、うち1台は予備として待機する。また、ミュージアム休館日には、行田緑地便を含め、全便が運休となる。平成23年4月1日より、尾営業所に移管し、 相模神奈港バス、神奈川中央交通市会社へ運行管理を委託。新宿の出入小便の新設により、平成26年11月30日に廃止。柿霊山のうち新しいゆりグリーンタウン柿尾駅の路線は最末期には1日1往復のみであったが、1987年に新百りヶ丘駅、バスターミナルへの道路ができるまでは、現在の新宿と 同程度の運行本数であった。たった十三、多摩プラザ駅宮恵美市の森公園犬倉、白旗八幡前、新道から押し沼、向こうが丘遊園駅南口、東急バス虹が丘営業所と、共感、社会実験路線。2016年8月1日に、路線バス社会実験として美しの森から先、犬倉、白旗八幡。 幾多緑地入り口を経由して、向こうが丘遊園駅を結ぶ、田83の運行を開始。東急バスとの共同運行で、多摩プラザ駅を利用する場合のみ、横浜市内運賃が適用となり、それ以外の区間では、川崎市内運賃が適用される。日中のみの運行でおよそ40分間隔で走る。二千十七年三月十一日までの、社会実験を経て四月一日より、 本格運行となることが決定した。本数及び運行時間帯は変更はなし。2017年3月26日に菅尾営業所に移管された。同日に路線名が多摩プラーザ線から犬倉線に編入された。日野自動車、伊須津自動車、日産ディーゼル、ゲン、ドトラックス、三菱不装製の車両が配置されているが、日野車の割合が 比較的高めである。混雑が激しい路線を抱えていることから、潮浜営業所と同じく長尺のノンステップバスや後部座席を削減し立ち、席スペースを広く取ったノンステップバス、ワンステップバスを中心に導入している。日のブルーリボンシティのワンステップ車が市バスで唯一配置されている一方、菅尾営業所と共にハイブリッド車の配置はなかった2014年に イスズ・エルガのハイブリッド車が2台導入された。伊田営業所から転属してきたかは、先のルフィンラッピングのワンロマ車が1台配置されてい,いが、後に塩浜に転属している。また、2017年3月26日のダイヤ改正の際に、菅尾、伊田、塩浜の各営業所から転属してきた、中型車は主に西菅線で運用されている。藤子、海。 富士オミュージアムのシャトレバスを担当する関係で、専用車として、イスズエルガミを、p d g l r 二百三十四 j にと日のポンチョ、b d g h x 六ジャリーが二台の、計四台在籍していた。二千十六年にフジコ、富士子、会、富士オミュージアムが五周年を迎え、日のポンチョの代替として、イスズエルが、q k g l v 二百九十 n 一一台、イスズエルガを、 SKGLR290J11 台の計2台の新車が導入された。エルガは、モデルチェンジ後、川崎市バスでは、初の導入となる。日野、ポンチョは、伊ダ営業所に転属した際に、一般塗装に変更され、塩浜営業所に再転属となった際に、教習専用車となった。描かれているキャラクターは、イスズ・エルガミオには、ドラえもんと、お化けの九太郎各1台、日 ポンチョには、キテレツ大百科とパーマン各一台が配置されていた。その他、三菱不装、エアロスターのうち LKGMP37FK の一部に、富士子、海、富士オミュージアムのラッピングが施されていた。菅尾を除く、各営業所にも、同様のラッピングを施された、LKGMP37FK が配置されていた。2019年2月現在、エアロスターへのラッピングは、 全車解除されている。2018年12月から2019年2月にかけて三菱不走、エアロスターに PGMP38FK が6台導入された。また同時期に菅尾からイスズエルガミオが2台転入している。なお新車エアロスター導入とエルガミオ転入により日のブルーリボンに PJ キロボルト234リットル1が2台。 神平間へ転属と比の、レインボー HR、KKHR1 ジャッキーが2台廃車された。また、2019年2月から4月にかけて、貸切登録車両の変更が行われ、イ子ズエルガミを、SKGLR290J1 と比の、ブルーリボン2、LKGLV234 リットル3が、貸切登録に変更され、日の、ブルーリボン式と比の、 レインボー HR の歌詞記録が解除された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。